Welcome back to another episode of Persona 5 Scramble. We are continuing right from where we left off. I just saved. So, yeah, let's continue. Domo, こういうもんです。この江社長と面会の約束があるんですが。申し訳ございません。現在この絵は休養のため不在でございます。休養？詳しいことは存じません。お引き取りください。いや、しかし、確かに今日なら会えると。申し訳ありません。本日はお引き取りください。どういうことだ？お呼びでしょうか、長官。おお、冠城君、待っていたよ。実は君に折り入って頼みがあってね。そちらは？こちらは大和田先生だ。君も知っているだろう。お目にかかれて光栄です。大和田淳衆議院。よろしく、冠城管理官。君のことは彼から聞いている。大変に優秀だとね。ところで今は怪盗団を追っているそうだね。何でも世間で噂されている怪心事件の首謀者だとか。容疑があるというだけで証拠はまだ。いや、これはある筋から入手した情報なんだがね。怪盗団は国民的コンシェルジュアプリであるエマにハッキングを試みていたそうだよ。エマをハッキング？そうだ。そこから個人情報を盗み出し、人を脅迫するのに使っていたようだ。盗んだ個人情報で脅迫し、罪を告白させる。それが怪心事件の真相というわけだ。私は政治に身を捧げた人間として、この国の行く末を案じていてね。奴らのように危険なテロリストを放置しておくことはできない。今すぐにでも逮捕して国民に誠意を示してほしい。どういうことでしょうか、長官。世間を賑わす賊をいつまで放置しておくのかと政府与党で議論になっているそうだね。我々警察としてはぜひともその声に応えたい。私も次の選挙には出馬予定でね。君ならわかるだろう、カブレ。実績が欲しいと。そうあけすけに言わんでも。まあ、そういうことだ。証拠もないまま怪盗団を逮捕して一連の事件の幕を引けとおっしゃるのですか。それを用意するのも君たちの仕事だろう。エマを運営するマディス社の近衛君とも協議済みだ。彼も怪盗団逮捕に協力してくれる。お言葉ですが、時期尚早かと。怪心事件で結果的に悪事を暴く怪盗団を支持する声もあります。下手に逮捕すれば批判の矛先が我々に向く。せめて脅迫の構成要件を満たすかどうかを。被疑事実は殺人だ。え？沖縄にある AI 開発の研究所で死体が上がった。被害者はエマ開発の責任者。怪盗団がハッキングに必要な情報を得た後殺したということだ。わかるかね。事態は一刻を争うのだよ。これは冠城君にもメリットのある話だ。君には理事官の椅子を用意してある。長官。事実上の公安トップだ。不満はないだろう。君を見込んで頼んでいるんだよ、冠城君。なるほど、わかりました。お二人がおっしゃるのであればそのように処理しましょう。おお、
君ならそう言ってくれると思ったよ。聞いていた通り話のわかる人物のようだ。いずれ警察庁長官を目指してみないかね。君なら務まるだろう。ありがとうございます。では後のことはお任せください。所詮は国家の犬、吠えていい相手にだけ吠えるのが我々の仕事だ。やってっかな。あれで善吉は頼りになる。今は信じて待とう。この絵のキーワードさえ手に入ればそこからは我が輩たちの出番だ。気を引き締めておけよ。うん、その息だ。頼りにしてるぜ。もしかしてここって混浴？誰もいないみたいだけど。入れ替え制らしいわ。20時には女性専用に切り替わるみたい。男湯側のドアには自動的に鍵がかかるんですって。じゃあ安心だね。よし、のぼせるまで浸かるぞ。え、なんで、なんであいつら来てんだよ。露天風呂の男女が入れ替わる時間だったか。いや、時すでに遅しだ。落ち着けお前ら。我が輩たちの名誉がかかってる。怪盗として、いや紳士として、失敗は許されない。作戦開始だ、ジョーカー。グラグだぞ、とろけそうだ。何か物音がしなかった？誰？覗き？説明してもらおうかしら。最低、クズの所業だな。違えって、いつの間にか女湯になってて。後生だ、話せばわかる。信じてくれアンドロ、締め出されただけなんだ。だよな。言い訳無用。アンドロ、鉄拳制裁。天国見えたぜ。結局無駄足かよ。あいつらに合わせる顔がねえな。確かにアポは取り付けてた。警察との約束をドタキャンするか。普通。速報です。ん？先ほどマディス社代表取締役の近衛明氏が緊急の記者会見を開き、大人気コンシェルジュアプリエマの一時運用停止を発表しました。なんだと。この度は利用者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。弊社のコンシェルジュアプリエマは
ハッキングを受けていたことが判明いたしました。結果、誠に遺憾ながら一部の個人情報が流出したことも確認いたしました。大変申し訳ありません。弊社としましてはこの事態を重く受け止め、早急にセキュリティ対策を万全とすべく一時エマの稼働停止を決定いたしました。なお、我々の調査の結果、ハッキングの犯人は巷を騒がせている心の怪盗団であることが判明しております。何？怪盗団は弊社 AI 研究所の産方修造氏を殺害し、研究データを摂取、そこで得た情報をもとにエマのハッキングに及んだと考えられます。殺害？バカな。昨今再び世間を騒がせている怪盗団の事件は、盗んだ情報で対象者を脅すという悪質な脅迫事件であったことも判明いたしました。怪盗団、いや人殺しも厭わぬテロリストどもよ、我々はお前たちには屈しない。必ずエマによる新しい社会を実現する。偽りの正義を語り悪行を重ねるお前たちは真の正義によって裁かれるだろう。以上、記者会見の模様でした。すでにこの件は警察にも通報済みとのことで、怪盗団の速やかな逮捕が待たれます。怪盗団、何してくれてんねん。人殺したってほんまに？うわ、エマ動いとらんやん。どうなってやがる。まさか。なんで誰も出ねえ。腐ったれ。ご苦労。管理官。遅かったな。管理官、俺の話を聞いてもらえませんか？管理官、沖縄で伝えたはずです。怪盗団は一連の怪心事件とは無関係だと。それが何だってこんなことに。近衛社長の会見の通りだ。怪盗団にはエマへの不正アクセス容疑および研究所所長の殺人容疑がかかっている。近衛の一方的な主張でしょう。ハッキング被害の裏は取れてるんですか？それに殺人などありえない。所長はあいつらが行った時すでに。随分と怪盗団に入れ込んでいるようだな、長谷川警部。やつらは事件の最重要容疑者だったはずだ。目的を見失うな。我々は犯罪に対して公正でなければならない。それにこれは警察庁長官直々の命令だ。私に拒否権はない。長官？おかしいとは思わないんですか？なぜ長官が口出ししてきたのか？この件には何か裏が。お前の妻が死んだ時のようにか。あの時に言ったはずだ。組織は腐敗している。だが強大だ。正面から立ち向かっても勝ち目はない。正義を成したいなら耐えることを覚えろとな。そしてお前は約束した。悪を倒すためならどんな痛みにも耐えると。
ここは耐えろ。いずれ時が来る。しかしあいつらは、私が上に立った時クズどもを一掃する。お前が望む正義を執行する。犯人はあいつらじゃ。だから今は命令に従え。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。困っている人間がいるなら助けてやるのは当たり前だろう。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。ここは私で十分だ。お前は娘のそばにでもいてやれ。娘。どうしてお父さん、どうして聞いてくれないの。本当の犯人は別にいるのに。警察は正義の味方なんじゃないの。茜、待たせたな。準備はいいか。全捜査員突入。待て。逃げろ逃げろ。お前だ。バカめ、この男を逮捕しろ。公務執行妨害の現行犯だ。あっと、怪盗団を逮捕する。全員突入しろ。おい、我が輩だ。合言葉、華麗には。コーヒー。よし。なんだよその合言葉。ルブランを知る者にしか思いつかない組み合わせだ。完璧だろ。いや、我が輩に合言葉はいらないだろ。モナちゃん、外の様子はどうだった。すごいぜ、パトカーと警官だらけだ。今日ばかりはこの姿に感謝だな。もうおかしいじゃん。逮捕されないって取引だったはずなのに。それどころか殺人犯ってどういうことだよ。ふざけやがって。濡れ衣を晴らす旅のはずが、むしろ増えてしまったな。まさかおっさん、俺らを騙してたのか。俺たちを逃がしてくれたのは善吉だ。彼がいなければ危なかった。それにもし善吉さんが私たちを撃ったなら、ここにだって警察が来ているはずでしょ。あの人を疑うのはやめましょう。そっか、そうだよな。ソフィアもありがとな。完璧な誘導だったぞ。ノープロブレム。だがどうしてこうなった。善吉さんじゃ抑えきれない何かが起きたと考えるべきよね。この絵が俺らに仕掛けてきたんだよ。真の正義がどうこう偉そうに言ってたしな。俺たちはすでに4つのジェールで暴れている。この絵が黒幕ならありえない話じゃない。だが善吉の言ってた大和田って議員の仕業かもしれない。我が輩たちの情報が漏れててもおかしくないんだからな。はあ、でこれからどうするよ。なあ、どうして善吉の名前がテレビに出ているんだ。昨夜未明、京都府警は犯人隠避の容疑で長谷川善吉警部補を逮捕したことを発表。警察内部の不祥事に府警トップの本部長は声明を発表し。ちょっと待て、おっさんまで逮捕ってなんだよ。どうして善吉さんが。
私たちをかばったから。こうしちゃいられねえ、助けに行こうぜ。無茶言うな、逆に捕まって相手の思うツボだ。やっけどよ。お姉ちゃんに相談してみる。そっか、サイさんは弁護士だもんね。今までのこといろいろ黙ってたから怒られるかもしれないけど、そんなこと言ってる場合じゃないものね。なんとかできないか頼んで。よし、我が輩たちは引き続き情報収集だ。つつ、あのクソ取り調べ官平気で殴りやがって。何やってんだか、俺は怪盗なんざ早々に見限ってりゃこんなことにならなかったのよ。守りたいものすら守れねえで。くそ、あいつら逃げられたのか。いやもう関係ねえか。すまねえ、すごい。公安の娘さん、お金ちゃん。でも今は緊急事態でさ、君のお父さん逮捕されちゃったから、怪盗団のせいで。え、あいつが怪盗団のせいで。嘘、そんなの嘘だ。だって知らなかったの？じゃあネットでもテレビでも調べてみればいいじゃない。とにかく邪魔。どいたどいた。京都府警の警部補、長谷川善吉容疑者、犯人隠避で逮捕、怪盗団に殺人容疑、エマにハッキング。どうしてこんな、私どうしたら。誰か助けて。はい、何かお困りですか？怪盗団は捕まりましたか？いや、逃げられたらしい。公安もつくづく無能だな。ハハ、奴らもさすがにしぶとい。世間を騒がせてきただけはある。警察にはさらに圧力をかけていただきたいのですが。善処しよう。他でもない君の頼みだ。その代わり、私のジェイルの件よろしく頼むよ。それはもちろんお任せください。エマ。はい、アキラ、何かご用ですか？このまま警察が怪盗団を逮捕できると思うか？怪盗団には未知の能力があります。確保には時間がかかる可能性があります。できれば逮捕後に一般への稼働を再開したかったが、停止期間が長引けばユーザーの心象にも悪影響があるかと。テレビで単価を切ったことが裏目に出かねないか。ではエマ、何が最善だ？ジェイルに侵入できる怪盗団の能力は今後の計画の支障となる可能性があります。警察の手に委ねるよりもジェイル内に拘束し、可能ならば回避させてはいかがでしょう。確かに奴らの能力をただ消してしまうのは惜しいか。いいだろう。ではどうすればいい？
追うよりもむしろ怪盗団を誘い込む手段が有効と思われます。怪盗団と関係のあるものを使いチェールに誘導してはいかがですか。ほう、候補はいるのか。はい、ではその手で行こう。エマ、該当者をキングにして怪盗団を拘束するよう誘導しろ。承知しました。拘束が叶ったら次は改心だ。それがダメなら殺しても構わん。大和田議員へは連絡しますか。いや、放っておけ。世界から悪を一掃するために私は止まるわけにはいかない。怪盗団、お前たちを生贄に私はこの世界に新たな秩序を築く。お姉ちゃんに連絡ついたわ。結構怒られちゃったけど、なんとかやってみるって。よし、善吉のことはひとまず新島に任せようぜ。私たちはどうしよう。いつまでもここにいられないよね。あかねちゃんから。これはどうしたの。あかねちゃんを預かったって。返してほしければ稲荷大社に来いって。はあ、今度はなんだよ。預かってるって誘拐。なんであかねちゃんが。わからない。でもあかねちゃんのスマホから届いてる。一応だけどよ、あかねのいたずらってことはないよな。あかねちゃんは私たちが怪盗団だなんて知らないし、知ってたらこんなことしないわ。そうだよね。でもだったら誰がこんなことを。確かにありえなくはないか。じゃあ私たちを捕まえるために。茜ちゃんを。このタイミングだ。そうとしか思えない。許せない。これどうするよ。警察も信用できねえし。決まってるじゃない、助けに行くわ。落ち着け、これは確実に罠だ。それに今外へ出たら途端に捕まっちゃうかも。でも放っておけない。あかねちゃんにもしも何かあったら、善吉さんが逮捕されてる今、私たちにしかあの子を助けられない。我が身かわいさにあの子を見捨てたら、私たちは怪盗団じゃない。でも確かにこれは罠だから、私だけで行くわ。みんな。でもバカ言ってんなよ。危険だってのに一人で行かせるかよ。あかねちゃんは私たちのファンだもん。それに困ってる人を放っておくなんて。ああ、怪盗団の名折れだ。たとえ罠でもみんなで返り討ちにしましょう。さすが春だ。もちろん私も一緒に行くぞ。ありがとうみんな。よし、我が輩が先行しつつみんなを誘導する。目的地までのガイドは頼むぜ。そう、 OK だ。最短で安全そうな道を見つける。よし、行くぞ。なんとかここまでは来れたな。ソフィア、ここで間違いないか。間違いない。稲荷大社はここだ。でもそれらしい人は見当たらないよね。どうせ罠ならさっさと来いってんだよ。あ、どこかに潜んでいるかもしれないからな。あ、どうした。ジェイル、ジェイルだ。ここい。ちょっと待て、京都にジェイルあったのか。いや、この前までなかった。間違いない。それってどういう。怪盗団から友達申請が来ています。キーワードをどうぞ。
今度は何？エマの友達申請。これもしかして誘拐犯から？この場所でこのタイミング、それ以外考えられないわね。けどキーワードとかわかんないし。それに変じゃないか？なんでエマが動いてるんだ？停止してるはずじゃ。確かにそうだよね。もう再開してたのかな。で、なんで送り主の名前が怪盗団なんだよ。これじゃまるで俺たちが。キーワードが入力されました。何？キーワードも怪盗団？マジかよ。Okay then. ここは、ジェイルだよね。くそ、悪い。俺がキーワード言っちまったから。いや、どのみち誘拐犯は我が輩たちをここに入れるつもりだったんだろう。わざわざ新しいジェイルまで用意してな。助けて。この声、助けて、怪盗だ。茜ちゃんの声よ。おい、まさかジェイルにいんのかよ。まずいぞ。ここがジェイルならシャドウだっているはずだ。ええ、行きましょう。茜ちゃんを助けなきゃ。Okay, well, it's definitely a trap, but don't exactly have a choice to deal with this. Okay, so I'm gonna go ahead and save here, and we are going to start this next time. So thank you very much for watching, and I will catch you in the next episode.